はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。おとといからね、引き続きですね、小学校受験面接シリーズ、ということでお送りしたいと思います。小学校受験面接シリーズ質問5連続第3日目です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、もうとうとう3日目になりましたが、今日は一体何を聞かれるんでしょうかね。今日はですね。はい。学校に期待することは何ですかって聞かれるんです。不意に聞かれるとドキッとして余計なこと言っちゃったりするもんなんですけど、ね、これねすごい迷うんですよはいはい、はい、学校に期待することってね、うんうん、例えば入社試験だと、我が社に期待することは何ですかって聞かれると、うんうん、もうね、こういうことを改革して、こういうプロジェクトに自分が立ち上げて、そして会社に協力して頑張りたいと思いますとかね、結構発展的な要素が、ビジョンを言わなきゃいけないじゃないですか、入社試験の場合にね、うん、ところが小学校受験の場合は真逆だと思った方がいいんですね、はい、何しろ学校は先生が一番なんですよ、うん、一応私たちも試験を受けますけど入れていただきたいですの、やっぱり一つ下がった姿勢っていうことをまず忘れちゃいけないっていうことと、うん、なのでこう知らないと学校に期待することなんて言われちゃうと、例えば英語の時間がないとか、プールがないと、そこのね学校にプールがないとかっていう時になった時に、いや学校に期待することとしては、これからね英語の授業をもっと増やしてほしいとか、もっと1年生からやってほしいとか、要望的な要望をプールを作ってね、やっぱり水泳指導もしていただきたいとか、そういうふうにこう、なんていうのかな、要望を言ってしまうっていうの。なるほど。そう、多分ね、今学校にないものをね、そう求めちゃう。もちろん期待することだからね、うん、もっとこうしたいとかしたいとかっていうようなことを私言っちゃう人もいるんだと思うんですよ、うんうん、多分そういうふうに額面通りとってね、うん、でも前にも前にもね話したように、本音と建前っていうのがすごい、あるんですよ、はい、ああいうところって。だから期待することっていうのは逆に学校側としては要望を聞き入れるんじゃなくて、その十分この学校を信頼して、信頼を寄せて受けてくれてるんだなってこう思わせなきゃいけないっていうか、じゃあすでに学校がやってる取り組みであったり文化をに拾いつつ、その中で子どもがこうなっていくことを期待するとか、そういう持ってき方。だから学校っていうのは何で面接するかっていうと、まあ各自学校でいろいろ面接事項は違うんですけども、はい、何を一番入れたくないかって言ったら、やっぱり学校人がこうしてほしいっていうことに従わない親、うんうん、それから逆に文句を言ってくる親、うん、まあクレームをつける親とか、うん、まあ入れてしまった以上しょうがないですけどそのできる限り水際で止めたいと思ってるんですよ、学校も。だからあれやこれや、そういうものがこう出てくるような質問をあれやこれや用意するんですよ。だから前も話したように家庭の教育方針なんかで自分の論理をもうこうですなんて自分の考えをねバンバンに出しちゃうと、いやちょっと違うかもしれないしご期待に添えないかもしれませんってことにね、もうその世界に地球儀見せてね、世界がどこにあるかっていうね、そういう、でもうちはそこまでグローバルじゃないからちょっとご期待に添えませんねってなっちゃうから、それと同じでこう期待することなんて言って朗々と述べられたんじゃちょっとまずいんですよね、入ってからもいろいろ言われるのかなって学校は思っちゃう。そう、うん、で英語がねそんな手前からできるわけじゃないし、プールだって作れるわけじゃないしってなると、こうやっぱりちょっと学校側も無理かなってなっちゃうからね、あんまりそういうことは言わない方がいいかなっていう。だから期待することっていうのはもう十分ね、自分たちはここの学校を理解してるし、なのでもうね、まあ当たり障りなければたくさんの友達がねこの学校でできて、子供が楽しく学校に通えることを期待してます、うん、ね、別になんてことはないでしょ、もう信じて託しますと。そう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 
もっとすごいと思うね、はい、やっぱり先生たちが一生懸命だっていうことをこうね説明会を通して知ってるよく分かりましたのでね、うんうん、もう十分子供が楽しく通えればいいっていう、うんうん、もうそれは当たり障りないですよね、うんうん、期待することのようで別にね、うん、あえてこうだって言ってるわけでもなし、うんうんうん、こうなんかごちゃごちゃごちゃってこうなんていうのかなごまかしちゃうっていうのは変だけど、うん、だからその音校に入った後のこの6年間を過ごすことで子どもの成長を期待してますそういうふうに持っていけばいいってことですかね学校に期待することというよりも、うんうん、自分が期待だから学校に期待することって言われて真面目な方はやっぱり学校に期待しなきゃいけないんじゃなくてそこすり替えて私たちが期待してますっていうことでも全然 OK なわけですよ。リクエストじゃなくても、うん、学校への望みですと。そうそうそう、問いと答えがちょっとずれてもね、うん、それはああそうなんだこのうち楽しく会入ってから過ごしてもらえればいいんだみたいなね、あそれぐらいならうちの学校でもできるかもしれないとかね、そういう思いにならないとまずいんじゃないかなと思いますね、うん、でも実際これよく時々そういう質問を耳にするんですよ。だからうちはもうその危なそうな質問はみんなこうやってピックアップしといて対策をねそうやっぱ家庭の教育方針でも変なこと言われても困るし、やっぱり子育て聞かれてねいいこと言っても具体例が出てこないとかね、うんうんうん、でもこれも同じなんです。第3弾の学校に期待することって言ってもそれをこう朗々と喋ってしまったらまずいっていう、うん、なるほどね。あとは学校によってですよね、その個別の事案になってくると思うんですけど、その学校の特性を踏まえた上でね、いろいろ答えが変わってくると思うので、そうだと思います。使い回しをしすぎるとまずいことになるんですよね。そうなんです、そうなんです。あんまりね使い回しするとちょっとその学校と合わないことがあるんですけど、うん、ただその学校に対してこうしてほしいとか、うんうんうん、ああしてほしいっていうことは多分その場では言わない方がいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、後半戦に差し掛かりますね。明日以降ねまたどんな質問が出てくるんでしょうか。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは相談会を行っております。平日と土曜日ということでね、遅い時間でも対応可能ですので、何か小学校受験に関する質問、子育てに関するお悩みなどありましたらご気軽にご利用ください。また、今日お話ししたようにね、面接特訓というものがございまして、面接の準備、しっかりと対応しております。外部の幼児教室通っている方や家庭学習のみで準備されている方もね、ご利用できますので、ぜひぜひご活用ください。現在ご覧いただいている YouTube の概要欄にもリンクが貼ってございます。また、面接とね、並んで大事なのが願書なんですけれども、この願書の制作、添削というものもね、お手伝いするサービスございます。西荻願書クリニックっていうんですけれどもね、こちらもリンク載っけてありますので、ぜひ見てみていただければ幸いです。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスが info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。明日もお楽しみにしていてください。では失礼いたします。